連動です。今日は見て見てこれ着てみました。コートですね。そうですね、デニムとそれとポリエステルですかね、はい、そうですね。ちょっと近く寄ります。お尻のところ見ていただけると、はい、かっこいいですね。これハンド設置もね、すごい。そう、ここですね、全体のハンド設置もあって、あ、後ろね、はい、います。ここちょっと見てください。ウエスト調節できるように、ね、そうですね、なってますね、はい、こちらとこちら両方になります、ね、はい、両方両サイドについてます ね、 ね、はい、ちょっとあの中をちょっと見ましょう。はい、じゃ今日はまあね、寒いんでね、そうそう、中にちょっとたくさん着込んでますけど、見てください、この色を、この配色のね、はい、色がかっこいいですね。そうですね、ちょっと開けていただくと、はい、一応これですね、ボタンとジッパーと両方ついてます。かっこいい、はい、開けていただくとさらにちょっと風が強くなってきます、ね、そう今日はちょっと風ありますね。まあ、内側を見ていただくと、そうですね、こういう感じに、ね、配色になってて、はい、ジッパーでもボタンでもどっちでも留められるんですね、はい、そうですね、ちょっとこう羽織る感じでもいいと思います。はい、かっこいいです。後ろ向いてください。後ろ向いてください。ポケットに手入れてください。はい、はい、はい、ここのポケットのところのステッチも見てほしいですね。そうですね、これもかっこいいですね、はい、こういう風になります。今の時期にちょうどいいですね。そうですね。まだね。まあデニムだからね、シーズンも問わないですし。はい。はい、色違いをね、また連絡しますね。はい。先ほどの分と色違いです。どうですか？手を広げなくてもいいです。あれ、よく見てもらおうと思ったんですけど。はい、はい。こちらの方がどうですか？これね、ちょっとブリーチっぽい感じのね。そうですね。ブリーチの。はい、デニムとそれとポリエステルのちょっとデニムカラーみたいなね。そうですね、もう本当にちょっとこうブリーチっぽい、本当にね、全体が、はい、まあ結構ね、そういう感じの色合いですよね。はい、はい、ちょっと風が強いからですね、今日はちょっとこういう映し方になります。ちょっとじゃあ後ろ見てください。はい、これもね、配色のところかっこいいですよね。はい、でポケットにちょっと入れます。ポケットにちょっと手入れて、横を向いてください。はい、うん、かっこいいですよね。はい、はい、前開けてみてください。はい、寒いですけど。本当です。今日はね、なんか急に寒くなってね。またですね、うん、これダブルジップとね。ダブルジップではないです、ダブルちゃん、ジッパーとボタンとね、はい、両方これできますね。はい、これもかっこいいよね、全体のバランス。今の時期ほんとぴったりですよね。うん、すごい着やすいですよね、うん、軽いですね、軽くて、ね、使いやすいですね。いいと思います。はい、ちょっと風がすごくなってきました。はい、じゃあこれでおしまいにしましょう。はい、またねー。